かぐやは雨の海の東を南下していきます。アルキメデスクレーターが見えています。直径80キロメートルのクレーターの内部は雨の海と同じように溶岩で埋められています。アルキメデスの先にアペニン山脈が見えてきました。アペニン山脈は全長が600キロメートルにも及び、高さが5000メートルを超えるところもあります。アペニン山脈の向こう側は熱の入り江です。